カンダタみたいなんだけど、あジョバンニだ。まあ、人じゃないんだけど、もうもう人ではないこれは。えありがとうございます。ハゲは正義。 アアニメリアクターの財前です今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、永遠の消防隊2の章、第21話、見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました、クラシックリアクションシリーズ、長弱編ということで、永遠の消防隊見ているわけなんですけれども、ついに21話、22、23、24でラストということなので、残すところあと4話、もう本当に終盤に入っていって、もうまたネザーに入って、実験施設を攻撃し、まあ、バーサス率っていうような感じなのかな。なんかやっぱり、前期、前期の、やっぱりラスト、 ボス,ボスっていうのが割とやっぱり翔くんだったりまあハウメアだったりという感じでいたんだけれども今回もまた終盤がネザーということなんでねまた終盤ネザーどういう風に戦っていくのかどうなんだろうねインカちゃんと対決することになるのかなもう本当に前回ジャガーノートがやられたりだとか結構やばいやつらがいっぱい出てきてるのでちょっと今回知りアスめに動いているこの永遠の消防隊がどういう風に展開していくのか注目していこうと思います。 これで見ていきましょうよーいスタートさてさあジャガーノートがマジでやばいことになったもんねさ腕ちぎれてるしでこれでだって自分ごと巻き込んでジャガーノート立ってる んこれあれだよね玉木ちゃんだよねや腕が血止めないと そうでしょう 에에 뭐지? もういっぱいいます。ああ、で、これ。はじきさん。うわ、まじか。いやってか、え、初めてかな、身内死んだの。 今まで死者っていうのはいたはずだけど、ここまで近いキャラって死んでないよね。本当に劣化ぐらいじゃないでも劣化も敵だし。やばいな想像以上にシリアスな方向に物語の火事が切れていってる気がする。わーわーここだよね、やっぱり。 いやマキさん来なあ来な,なそう来れなそうだな来る来る来ない以前に来れなそうっていうかもう21話か早いなあラーンラーン 行きまあレレ、OK ま、そうか何だっけ何人かいるんだよね支援騎士団。 あーいや。あははは言い方 <laughs> 言い方けど、マジで、それが一番マキさんの力を発揮できるパワーだよね、まあ。肉の壁にはしてなかったけどね。ただ、もう本当にエースとして働いてたよな。なんかいる白装束だ。うわ、筋肉、ええー クソクソ呼ばわりやばいマジモンのゴリラサイクロプスなあ <laughs> くね体温上げてるえやばくない生身でしょえあるのなんかカンダタみたいなんだけどドラクエのって がたいやばいなさて信羅ねえやばいことになってるおっう,うわまた今度は律じゃなさそう無知新騎士団オロチアイアン なん5人だっけあジョバンニだなんか最近テンション高いな、僕。ジョバンニだ 支援士団とは違うんでしょ多分序盤に本気勝てえ,えなんかいるんですけど <noise> んえ すいませんなんかぐるぐるいってる入れ替えてるああ真木さんでもなんか抜け出せなさそうだよねいやまきさんいないのでかすぎるダメだ近づいちゃう じゃないの移植あ、副眼だえ、躊躇なさすぎ 何なんグロテスクえー、グロテスクふ眼持ち出せ。 ヘアペンシルうんあいやあのおかしい無理ですあのやっやってることがもうな、あのー、もうすべてぶっ飛んでますねえムシムシあ宇宙人 あーその説ねあるよねえアドラー外なるってこと黒すぎるにしても人の思考を読むって実験 ええ思考ってどうやって読んでるんだろうフェロモン以上に電波とかで出てるのかな脳の電磁波の信号なのかなおお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  乗ってるねえ。あーさ、乗ってる。こんだけ強いってことは超ノリノリだね。まあ、しんがりの意味が分かってない。あいつっしんがり、とのと書いてしんがり。いや、もう人じゃねえ。まあ人じゃないんだけど、もう、もう人ではない、これは。 おアーサーサ何も考えてないからペロもわかんないよこれ「アーサー、切り札になるよ「しんがりしんがり最前線」でも「アーサーなら読めないぜ思考。 ええー、グロテスク、グロテスク博士、ちょっと待ってくださーい、ドクターグロテスク。アドラの存在。ああなんという股間のアップ。これはとてもセンシティブ。さあ、でもなんか、なんか、ひなわち隊長。 マルテンサイト。外国客ってこと。ああ。いや、なんか、火縄中隊長。なんか。相性の悪い。 第三世代。なるほどなるほどこっちこっちようバルクが違うでしシうとええー、っいやあっねえりのように。 もう,うんえええ貧血にならないそれってあの身体機能に影響が出そうなんですけど体の鉄分軍曹も戦ったんです うん、まあ確かに人じゃないよああもう定義がやっべえなでもおっそうか第二世代 あー <laughs> いやーもううんそんなんじゃない勘違いしないでようんそんな風に言わないでよ 守るために戦ってるんだからみんながやらないことをやってくれてるんだよそうだよねいややばいなそれちょっおお盾 やべ <laughs> でもこう見るとこう見るとおっオッケーあっさあ硬化してない部分関節鎧は関節。 鎧鎧システム。鎧の構造と一緒だ。オッケーオッケーなるほど、なるほど。鎧と同じだね。<laughs> ああ、まあ、それはある。それはある。うーん。 妹の話をするために来てるわけではないんだなーっていう感じだよね。さあ、敵が多い。ちょっと数がそうか、一回一回祈りをやばい音を置き去りにしないといけないラートムして。ラートムしてしばく、ラートムしてしばく。いや、でもさ、ジャガーノートをさ、 使われそうで怖いんだけど二人やっべえマジでアザルト助けてアザルトいないアザルト来てくんないかないややっべえな縁談が ちゃんさら <laughs> に大きくはっ <laughs> はやいきついありがとうございますハゲは正義 聞いたことあるる気がするな前に出てきたあーよかったバルカン最後まで勇敢でしたうわまきちゃんでもこれつらいよなさあ さあおえ、突っ込むいや一発パンチっていうのはこうやってやるんだぜ分かったか強すぎるそうねサソリ でもなんかこうやっておおっまあハゲは強いですワンパンすっごいけどこれこれでもさー ちゃんどっかで覚醒イベント来るかななんか本当に本当にタモちゃんこのままじゃ本当に足引っ張っちゃわないかなマジででもうーんそうまだでもこっから覚醒ワンチャンあるかもなまだ志に実力が追いつききってないけど ちょっと、兆しはあるよなさあリヒトやばいよねなんでリヒトを一人にしちゃったんだ ああひたすら逃げるでも逃げた先に何があるというのかねんあらああ合流できた大波乱中退わお 壊滅したことをライトに言うな。うんでもね。うわあおまだいっぱいいる。寝てるってこと？うん。えなんか嫌な予感。嵐の前の静けさ。 これ、またかえ大エンジンじゃなくてえやばくないこの子やばくない うわぁ、補ってるのか。うわぁ、なんか薪をくべただけか。あ、やばくねこれ。だからジョバンニが出張ってきたんだ。もうめちゃくちゃです。あ、終わり、終わりでーす。終わりました。えー、永遠の消防隊、えー、多分、えー、バッドエンドで完結。あ、なんていうことだ。 なんていうこれだ、なんていうこれだ。あー、なんかでもこう見てるとさ、ちょっと、たまきちゃんがかなり、あれだななんかやっぱり、ね、中隊長も含めて、やっぱり能力の強さがやっぱり戦闘力っていうわけではないけど、一つ指標ではあるわけで、たまきちゃんって第三世代だよね。第三世代の割にはちょっとまだ足りてなさすぎるよな平均値に。 うーん。どうしたものかだなもうちょいステップが欲しいなもうちょい、なんか覚醒イベントがなんかが多分あるんだと思うんだけど、これはどうしたものかどうしたものかですよ、本当に。なんかやっぱり志に実力が追いついてないから、絶妙なとこだね、守られてばっかり。あの白装束、帯美隊長でも、ね、倒せるくらいだからね。 本当になんか、シスター、戦えるシスターレベルでしか今、ないのが本当にまずい状況ではある。なかなか難しいなぁ。いやーでもちょっと、中隊長の話も気になるよねなんか、中隊長って結構、ソロで戦うのは厳しい相手なのに、ソロで戦わされまくってるよね。うまくなんとかやってるけど。 そうえうはちあーとうわ。 はいというわけで見終わったわけなんですけれどもいやいやいやまきちゃん覚醒イベント来ないかなちょっと強くなってほしいよねなんかこうやってなんかよくあるヒロイン像じゃないけどさなんかまきちゃんだけなんかこう見てるとさまきちゃんだけ弱くて足引っ張ってるように見えちゃうからちょっと僕はまきちゃん好きだからなんかこうなったらさ割と。 本当になんか強いキャラがね、やられちゃった後に玉木ちゃんが生き延びるっていうケースが多分これから先も増えてきちゃうと玉木ちゃんが強くならないとヘイトキャラみたいになっちゃわないかなっていうのはすごい不安なんですよね僕玉木ちゃんめちゃくちゃ好きだからさすごいいい子だしまっすぐな子だけどただやっぱり実力が伴わなすぎてやっぱりそのまっすぐさに何まっすぐさを貫き通すことがやっぱり他の人の力を借りなきゃできないっていう感じになっちゃってるから ちょっと覚醒待ちですね。ちょっと、ちょっと、ちょっとっていう感じだな。なんか、ここまで、なんか、玉木ちゃんの心を踏みつぶしていいのかっていう感じではあるんだよな。かなり、多分、僕以上に玉木ちゃんが今一番絶望してると思うんだよね。くそー、みたいな感じで、私、本当に何もできないみたいな感じで苦しんでると思うから、救ってあげてほしいなと思うわけなんですけど。 いやー、でもやっぱりジャガーノートきつそうだったなー。やられちゃったなー。完全に多分これは死亡確定ということでいいのかなっていうふうに思うんですけど。うわー、マジかー。いやー、ていうか死んでくなー。いやー、序盤にもやばかったけど。うーん。いやー、でもなんか今やっぱりこの話印象に残ったのは玉城ちゃんだよなー。本当にちょっと戦えるシスターぐらいでしかないのが本当にきついところではある。マジで。うーん。 いや、だってさ、あの、帯隊長が倒したのもさ、多分だよ。こういうことを考えちゃいけないけど、マキさんだったら多分割かしマジで余裕だったんだろうなっていう風に思っちゃったんだよね。うーん。いやー、マキさんがいたら余裕だったんだろうなーとは思う。なんか、 あの白装束のなんか覆面あのー何、何とんがり帽子の白装束まあ、オロチはめちゃめちゃ強かったけど、ただ、それ以外はそんなに強くない、明確な弱点がしっかりある敵な感じがしたから、なんかしっかり油断してたりだとか、そういう敵だったりしたから、あれ倒せないって結構、なんか割とこれから先、やっぱりね、伝道者の戦っていく上で、 ちょっと、あれを倒せないのは、ちょっと現場を任せられなくなってきそうな雰囲気はあるんですけど、どうなんでしょうね。なんか大きなイベントのきっかけになりそうだなって感じはするんだけど。うん。ねえ、やっぱりだって、単独行動っていうか、やっぱり、 ねえ、やっぱりバルカンと同じでさ、あのー、ひなわ中隊長もさ、割とソロでも全然戦えるけど、まあ、どっちかっていうと、やっぱりこの火器による後方支援のが得意だよね、みたいなキャラでも、やっぱりね、割かし単独でアイアンを突破することが可能だったわけだから、 うーん、どうしたものかどうしたものかっていう感じで。でもさ、やっぱりさ、お兄さんとひなわ中隊長のやりとりめちゃくちゃ面白いね。<laughs> 集中してください。ひなわ中隊長さ、すごいクソ真面目な雰囲気出してさ、なんかすごい、なん、なんて言うんだろう。真面目バカじゃないけどさ、<laughs> なんか、なんかさ、なんか面白いよね、あの人。<laughs> 天然なのかなどうなんでしょうね。 いやー、ひなわ中隊長どんどん好きになるんだよな。それでいてめちゃくちゃ熱い部分もあるわけじゃないですか。多分、ああいう風に言われて、自分が悪く言われるのは何とも思わないんだよ、やっぱり。全然問題ないけど、第8を悪く言われるっていうのは、やっぱりね、気が進まないというか、第8は満足だみたいなこと言われても、第8は違う。私はそうかもしれないけどね、みたいなことを言ったりだとか。だから、本当に、 なんだろうマキさんが育った第8は否定しないであげてっていうような、そういうなんか、意思を込めて、ああいうふうに答えてるのがいいよね。なんか、誘った僕を非難するのは全然いいけど、もうマキさんを育てたマキさんがここで育って楽しいと思っていた、この生活この第8の日々だったり、第8は否定しないであげてほしいっていうような気持ちがね、タギギさんにしっかりこう伝わればいいなというふうに思うけど。いやー、どうなんでしょうね。来るかなーいやー、これ来るかなー来るかなーマキさん来てほしいな いや、ちょっと戦力がね、ほんとに、マキさんいるかいないかって結構でかいんだなって痛感しちゃったよな、やっぱり。ちょっとほんとに、いやー、なんかね、マキさんが欲しくなるポイントっていうのがね、結構やっぱりあるなっていう風に思う、ほんとに。やっぱり第8のエースだったよね。 シンラとかやっぱりアーサーも十分強いわけですよアーサーなんてもうさ乗せたらもうめちゃくちゃ強いしっていうところで、まあ、やっぱりシンラはメインと戦わなきゃいけなくてそれ以外の部分をカバーするのはアーサーなわけなんだけどでもアーサーって癖が強すぎてうまく使わないとうまく動いてくれないからそこでしっかり状況判断をして賢く立ち回れてなおかつ一人でもなんとかなるマキさんってすごい貴重な存在だったんだろうなっていうふうに思ううんやっぱり先頭の柱はアーサー マキさん神羅だよねそれ以外は割とやっぱり周りと調整しつつこぼれた部分をしっかり拾っていくっていう堅実な人たちだからいやーこれはどうしたものかだなーいやーさあさあさあ次回まあなんか率が爆弾を仕掛けるみたいな感じだったり翔くが出てくるかもしれないだったり色々と気になる部分はありますので次回も楽しんでやっていこうと思いますどんどん終盤に近づいていく終盤まで最後まで楽しんでいこうと思いますので最後まで皆さん一緒に追いかけていただけたらと思いますはいというわけで今回はこんな感じで 終わろうと思いますのでなんかね補足とかがあればコメントいただけたらなと思います以上永遠の消防隊2の章第21話でしたバイバイ